はいみんな、わしやで、くまごろのおもちゃ箱へようこそ。さあ、本日はね、紹介しますのはこちら。ね、HGD プラスよりね、ゴジラ04バージョンということで聞きましたね。こちらのね、シリーズはね、ゴジラ対スペースゴジラに登場しました怪獣がラインナップされております。こういうなんか統一されてるね、シリーズのガチャガチャって素晴らしいですね。ね、ゴジラ、スペースゴジラ、リトルゴジラ、そしてモゲーラっちゅうのでね、4体ラインアップされてます。このスペースゴジラがね、僕ちょっと初めてなんでね、フィギュアとして持つのは。いや、楽しみですね。早速見ていきましょう。はい、ということでね、エントリーナンバー1番、ゴジラ1994ということですね。こちらの方がね、もう全体的なこうモールドが細かくあしらっておりましてね、体のバランスもいいですしね、大変優れた造形となっております。いや、このね、あのサイズは 6.5 センチなんですけど、このサイズにしてはかなりね、いい造形になってますね。うん、非常にちょっと遊びやすいですね。ただどうしてもね、このまあガチャやからしょうがないところではあるんですけどね、私もちょっとこの彩色に関しましてはね、ちょっと背びれの方がちょっと白すぎたり、くっきり分かれすぎたりとかね、そういったところがちょっと見受けられますけど、まあここら辺はね、また今後ちょっとリペイント等でちょっとカバーできたらなと思っております。そんなゴジラさんでした。さて続きまして、エントリーナンバー2番のスペースゴジラさんですね。いやー、ちょっとね、今回僕このスペースゴジラのフィギュアを持つのはちょっと初めてなもんでね、いや素晴らしいワクワクがありますね。うん、ほんでね、やっぱりゴジラ同様ね、モールドがすごい丁寧に彫られておりますね。でこの肩のクリアパーツ感もね、すごいいいですね。このスペースゴジラ感を上手に演出できておりますね。うん、ただね、このスペースゴジラね、もう一点ちょっとなーって思うところがね、ちょっと膝から下の硬いのね、足の部分短すぎやしないですかねちょっと短すぎるな。このスペースゴジラがね、7センチほどなんですけどね、なんでしょうね、ゴジラとの比率か、それとも材料費をケチったのかは分かんないですけど、とにかく膝から下の足が短すぎますね。ここだけが唯一の残念な場所ですね。それ他はいいんですけどね。そんなスペースゴジラさんでした。さあ続きまして、エントリーナンバー3番モゲラさんですね。こちらの方のフィギュアが7センチほどになっておりますね。いや、このモゲラは本当にちょっとね、少し感動的なほどに造形、そして色彩がよろしいですね。うん、このね、肩だったり足前のこのブルーのメタリックカラーですね。このメタリックカラー感がね、すごい機械っぽく出てましてね、何ですかね、そんな安っぽい感じをね、感じさせないですね。そしてね、やっぱ造形のバランスもいいですね、このモゲラさんは。これはね、すごいですよ、ちょっと。うん。このね、尻尾の部分も浮いた状態でもちゃんと直立でね、バランスが取れるっていう金星の取れたボディ。いやー、ちょっとね、この HGD プラス4の中では、かなりのすごい良作と言えるでしょうね。そんなモゲラさんでした。さあ、最後に紹介いたします。エントリーナンバー4番、リトルゴジラちゃんです。いや、このフィギュアもかいね。なんですかね、こう、僕ね、初めてのこのリトルゴジラの造形物をね、手に入れたんですがね、これは素晴らしいですね。うん。ねえ、ちょっと造形もよろしいですしね。本当になんかこう、なんですかね、体のバランスもいいですしね。このリトルゴジラ特有の可愛らしいね、感じが表現できておりましてね、すごく胸キュンなフィギュアになっておりますね。高さも4センチぐらいでね、割とゴジラと並べても良いサイズ感だなぁと思いますね。そんな可愛らしいリトルゴジラちゃんでした。さあってね、一回横並びにしてみましたね。
そのいいですね、ゴジラとリトルゴジラのサイズ感素晴らしくいいですね。そしてゴジラとモゲラのサイズ感もすごいいいですね。スペースゴジラちゃんがね、もうちょっとこの膝下の長さがもうちょっとなんとかなったらね、全体的に素晴らしいあのバランスになったなと思いますからね、そこだけが惜しいですね。全体的にすごいね、あのガチャガチャとは思えないほどのクオリティでワクワクしますね。さあ、じゃあちょっと細かいところも見ていきましょうか。さて、それでは細かいとこ見ていきたいと思います。まずはゴジラちゃんからねえ、近づけてみるとね、なかなか男前さんですね。このねゴジラ特有の耳も可愛らしいですね。ちょっと目がね、ちょっと黒目が小さすぎるかな。まあ、ちょっとこのサイズの彩色ってなると相当難しいんですけどね。で、こうね、全体的に本当にモールドが細かく入ってますしね。体のバランスもいいですね。素晴らしい出来栄えだと思いますね。まあ、あれですね。どうしてもこうね、ガチャなんでね。こういうちょっと細かい塗装とかに関しましては、まあ、自分で何とかするしかないですね。まあ、でもね、かなり優等生なね、ゴジラのフィギュアやと思いますね。よろしいございます。そうだな、次はリトルゴジラちゃんちょっと見てみましょう。ね。この子がまた、すごい可愛いね。いやー、いいね。なんか本当にね、体のバランスもいいし、モールドもね、ほら、お腹のところ、ここのっぺりしてなくてね、ちゃんと細かくね、造形されてるんですよ。この細かさいいですね。このクリッとした目もいいですし。ほんでね、もうリトルゴジラの愛くるしさがね、ふんだんに表現されてますね。丸い顔にこの、なんか掴みそうな手にね、もうちょこちょことしそうな尻尾、愛らしいね。これはね、このリトルゴジラはかなりいいですよ。素晴らしい出来です。じゃあ今度はモゲラちゃん行こうか。うわ、このモゲラも素晴らしいですね。このなんかね、私結構なんですかね、色彩に関してはちょっと辛口なとこはあるんですけどね、このモゲラちゃんは本当色彩もいいですね。あのこうメタリックな銀がすごいね、あの光に映えてね、この高級感が出ておりますね。このね、水色のこうガンメタリックカラーもね、すごいね、機械感が出てていいです。でね、かなりね、細かいところのね、ね、モールドっていうのかな、造形シワだったりとか、すごく表現できてますね。これはね、かなり、ね、再現性の高い、ね、フィギュアですね。素晴らしいです。さあ、ちょっと最後は問題児ね。いやー、このね、スペースゴジラちゃんもね、ご尊顔はね、すごくね、かっこいいんですよ。この目の感じもいいですよね。ちょっと三白眼中がね、睨むぞって顔ね。このほら、何?結晶体、肩から伸びた結晶体もね、こうあんまりね、肩からバリッとこう分かれてるって感じがなくてね、すごい上手に再現できてますね。すごい、ここのモールドもしっかり効いててね。でこのやっぱ背びれのね、真ん中だけかな、真ん中だけちょっとクリア素材っぽくなってますね。こういうのもまたいいですね。すごい使い分けができてますね。ね、尻尾も丸まって飾りやすいね。だからこそここですよ、ここねえ、すごく惜しいな、この足もう明らかにちょっとね、足の体悪いでしょここもうちょっとなんとかなったらいいんやけどね。まあどうしてもやっぱこういう怪獣系のフィギュアっていうのはね、なんですかね、材料だったりとかねえ、他のねフィギュアとコスト合わせなあかんちゅうので、ちょっと横並びにしすぎるがあまり、結構こういうね、重量感の出るね
怪獣フィギュアはちょっと不遇な扱いを受ける運命なんでしょうか。いやー、本当にね、ここだけが残念ですね。見渡す限りの緑あふれるバースト。本日もね、気持ちのいい天気がね、広がっておりますね。おや？あれはなんだ？あれはリトルゴジラですね。今日もね、バーストの中をね、いろいろ探検してるようですね。何か面白いものは見つかったでしょうか？おや？今度はあれはなんだ？おや、こちらの方はゴジラさんですね。本日もね、バーストの中でね、ゴジラたちはね、こう、穏やかにね、生活をしていますね。いや、非常にね、和みますね、こう、ゴジラ。戦いから離れてね。ねえ、同族のね、リトルゴジラをめでております。非常にね、素晴らしい光景です。おや？おやおや？あれはなんだ？あれは？なんと、出ました。宇宙からの来訪者、スペースゴジラですね。なんということだ。宇宙にばらまかれた G 細胞が、まさかこんな形で戻ってこようとは。この地球はどうなってしまうんだ？おっと、さ、スペースゴジラが、リトルゴジラをいじめようとしてますね。あ、これはいけません。ね。ゴジラが、スペースゴジラと激しい交戦をしております。あ、しかし、なんだ、この特殊能力は、あー、なんとあのゴジラが倒されてしまった。大変だ。このままではリトルゴジラはどうなってしまうんだ。あー、リトルゴジラがスペースゴジラにさらわれてしまいました。どうする、ゴジラ。さあ、スペースゴジラ、リトルゴジラを街中に連れてきましたね。一体何が目的なんでしょうか。おっと、リトルゴジラを、ねえ、なんか高いビルの上に置きましたね。これはね、リトルゴジラがビルから降りられませんね。なんて意地悪なんでしょう。どうすればいいんだ。 G フォースを早く。おー、来ました。Gフォースの最新兵器、モゲラです。モゲラが登場しました。さあ、このモゲラとスペースゴジラ勝つのはどっちだ？あー、すごい。モゲラのこの、なんか尖った手が、モゲラじゃねえ、スペースゴジラをいじめております。すごい。熟しと。さあ、これは厳しい戦いだ。スペースゴジラ、どっちが勝つんだ？どっちだ？いや、あ、なんとモゲラがスペースゴジラのクリスタルを叩いております。わあ、なかなか前線虚しく、モゲラも倒れてしまいましたがね、肩のクリスタルにダメージを負ったスペースゴジラ、これはなかなかの痛手ではないでしょうか。おや、そんなところにね、バーストから追いついたようです。ゴジラです。ゴジラがリトルゴジラを奪還すべく、再びスペースゴジラと相まみえた。これはすごい、すごいバチコイだ。さあ、勝つのはどっちなんだい。やりました。とうとうね、ゴジラがスペースゴジラを下しました。さすがは怪獣王ゴジラですね。ね、さあ、ゴジラね、リトルゴジラをね、高いビルから降ろしてね、またバースト王へ帰っていくのでした。ね、今日もありがとうゴジラ。はい、ということでね、いや、本日もね、また一段と楽しい怪獣劇場ができましたね。いや、今回はね、やっぱりね、こういう同一スケール同じねシリーズのね、フィギュアでね、が何種類もあるとね、こんな感じで楽しく遊べますね。またね、やっぱ HG シリーズの魅力っていうと結構ちっちゃいことやね。ちっちゃいからジオラマのコストもそんなかからんしね、結構簡単にできるんですよ。
さあ、皆さん本日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。